シッダールタ、シッダールタ、シッダールタよ。目覚めなさい。誰だ？あなたは外の世界に疑問を抱いていましたね。あなたの知らない世界をお見せしましょう。本当か？早く見せてくれ。シッダールタよ。これからどんなことが起ころうと目を背けてはなりません。それはどういう意味だ？ここは宮殿か？今日いた同じ場所じゃないか。ん？でもなんか変だ。声が聞こえる。シッダールタはバカで王様に甘やかされてるな。あんな奴が王様になったらこの国は滅びるわ。そうじゃそうじゃ。あの者たちは国の民ではないか。なぜ私の悪口を。父上はみんなから愛されていると言っていた。それは違うのか。いつも見ていることが真実とは限りません。人は時に嘘や人の悪口を言うのです。でもこれは夢だよな。教えてくれ。私はそんな人間になりたくない。人を愛せば
争いなど起きない。助け合うのが人だ。私の国ではみんなそうだ。知ってるか、みんなを救うことができますね。生きることとはこんなにも辛く苦しいことだったのか。救うとはどういう意味だったんだ。シッダールタは夢の中で何かと出会い、今まで知らない世界を知ることができました。そして国の外が本当にどうなっているのか、この目で確かめに行きたくなります。あ、シッダールタ様、どこに行くでやんすか。チャンナ、よかった夢で、ね、どうしたでやんす。チャンナ聞いてくれ、一生のお願いがある。どうしてもこの目で確かめに行かなくてはならない。まさか知ったはるだ様。そう、外の世界を見てくる。これは私にとって何か特別な使命のような気がするんだ。でも今日は知ったはるだ様の誕生日だ。だからこそだ、父上と母上を頼むぞ。チャンナ、知ったはるだ、どこなの。行けない、向かいました。この時初めてチャンナは王妃に嘘をつきました。チャンナのおかげで国の外に抜け出すことができたシッダールタは森を抜け、小さな村にたどり着きます。全ての人が幸せになれる道を求めて旅に出ました。